んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、末っ子のひがみや依存心を治すということです。末っ子の皆さんはお兄さんやお姉さんにとても世話になってますよね。とはいえ本人はいじめられた記憶しかないかもしれません。お姉さんの方がいいものを買ってもらっていたとか、お姉さんには親がいいよっていうのに自分にはダメと言ったとかですね、そういうふうな体験がいくつもあって結構ひがんでいるかもしれませんね。そして末っ子はいつも兄弟に守られているんですけれども、それをなかなか自覚しません。でも大人になって、例えば親のお葬式の時にみんなハッと認識するんですね。一番上の子がとても頼りになるんです。ですからその時、あ、こんなにも上の子はしっかりと責任を取る人なんだなっていうことを認識したりしますね。もちろん若い方はまだそんな体験はないでしょうから、やはりいつまでもお兄ちゃんお姉ちゃんにいじめられたという体験は覚えていても、守られていたということは認識していないかもしれませんね。ところで末っ子の皆さんは職場でどんなふうに仕事をしていますか？よくあるのは、例えば上司がこの仕事を頼むよって言った時に、って答えていませんか？自動的にっていう返事をしてしまって、そして戸惑いながらその仕事を引き受けるというようなことは末っ子にはよくありがちです。つまりっていう意味は、なんで私がこれをやらなくちゃいけないの？できないよっていう思いなんですね。こんな風に末っ子というのは責任ある仕事が嫌いなんですね。そして実際にやったとしても、だいたい 80% 止まりで、あとの 20% は上の人にチェックしてもらったり最終的なことをやってもらおうという気持ちが強くて、 80% 止まりの仕事で自分はよくやっていると思っていたりしますよ。でもちゃんと責任を取るということはやはり 100% やらないとダメですよね。ですからこの末っ子のこういう性格の人を使う立場の人からしてみたら、この人に任せても 80% 止まりの仕事しかしない、最後には自分がチェックをしなければいけないとなって、あなたへの信頼性が失われますよね。ですからあなたも昇進の機会が少なくなることになります。ということは経済的にも恩恵が薄いということになりますから、この性格は直した方がいいですよ。もしあなたが自分は末っ子だけどこういうところはないと思っていても、試しにこの誘導瞑想を聞いてみてくださいね。するとどこかでしっくりくる言葉があるかもしれません。ということは聞いた方がお得ですね。いろいろな人に全部対応することができませんので、ここでは一応お姉ちゃんがいるという設定で誘導瞑想を進めていきたいと思います。いつものように目を閉じて6歳の自分の姿をイメージしてください。そこへ未来の自分がやってきてあなたに教えます。では始めましょう。あなたはお母さんがいつもお姉ちゃんを大切にするから自分は大したことがない子なんだって思ったんだね。おもちゃも服もお姉ちゃんが持っているものの方がいいものを持っているし、写真の数もお姉ちゃんの方が多いよね。お姉ちゃんが小学校に行くときも高校に行くときも、お父さんお母さんはもちろんおばあちゃんおじいちゃんも大騒ぎしたのに、自分の時は大して注目されなかったね。お姉ちゃんには
いいよと言われたことが、自分にはダメって言われたこともあって悔しかったね、ひがむよね。お姉ちゃんには勝てなかったように、あなたは今でも何かに勝てない気がして、いつまでも自信がないって思っているよね。大人の自分はあなたの気持ちよくわかるよ。何かをしようとしてもすっと勇気が出ないんだよね。でもね、大人の自分はあなたに本当のことを教えに来たんだよ。あなたはお父さんお母さんはもちろん、お姉ちゃんにも守られていたんだよ。もちろん親はお金にも時間にも限りがあるから同じように扱えないけど、だからといってそれは不平等なんじゃないんだよ。お金がかけられなきゃ一緒にいる時間をかけてあげたりしているよ。だから自分は不平等に扱われているというひがみはやめようね。あなたは今まで家族に守られてきたんだよ。だから自分が責任を持つということをあまりしなくて済んだんだね。いつも最後の 20% を誰かに頼ってきたね。あなたがいつまでもそんな風に依存的だから、大人の自分は仕事で全力が出せなくて困っているんだ。一番上の立場になるのが怖いとか、責任が重くなるのは嫌だとか言って逃げてしまうんだよ。それでいつまでも下の立場でいようとしてしまうんだ。それは損だよね。だから勇気を出しなさい。もう十分守られたのだから、今度は自分が人を守る側に立ちなさい。そして責任を引き受けて全力を出しなさい。最後の 1% まで仕事をやり遂げて自分で責任を持ちなさい。そしたらあなたは本当の意味で大人になれるよ。大丈夫、できるよ。あなたが今までお姉ちゃんを見て学んだ分、今度はあなたが下の人に手本を見せてあげなさい。下の人を指導しなさい。積極的に責任を引き受けてやりがいのある仕事をしなさい。そしたら自分がとても誇らしくなって、もっと豊かさを受け入れていいと思えるね。できるよ、できる。大人の自分はあなたをとても愛しているよ。